動いていきまして赤番周回に入ります。4番の吉武が中段の中部を抑えて前段の関東ラインをも通過して先頭に立ちましたが、後方から7番の倉田が踏んでいきまして、再度4番吉武を抑え返していきました。主導権7番の倉田光輝で5番の寺沼は5番手に引いています。残り1周半を切って先頭7番の倉田光輝、初手は中段から前を抑える形になりまして一本棒です。3番手確保4番の吉武勇気、今日はいい位置。その後5番の寺沼よりは後方展開で最終周回に入りました。先頭7番の倉田光輝、番手車間を切り始めた1番の松山ですが、2コーナーからまくる5番の寺沼のまくり、1番の松山が張ろうとしていて、さあ7番倉田の番手から出ようとしている。前3人広がって7番の倉田、1番の松山、外は5番の寺沼、この後ろから2番の海藤、大外から3番三井武も追い込んでくる。3番三井武が一気に抜き去って降臨。2着2番の甲斐康明、その後3着争いが接戦。